おはようございます。今日もカフェラテのお付き合いいただく作るのまた買いましたね。他に贅沢物のものを買わないんで、タバコが一番あれですけども、タバコが一番贅沢ですけども、くるくるしています。電気ね、カフェラテの黒糖くんとカフェラテの写真撮るのにね、ちょ 暗かったんでつけちゃいました。くるくる雨降ってるね。関東は雨です。水色の雨、水色かは分かりません。くるくる、ちょっと黒糖入れすぎたかもしれない。若干泡に包まれながら沈みましたね。泡に包まれながら、そう。ただくるくる、このくる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 いってる音、これ混ぜてるんですね。マドラーで、木のマドラーで。あ、マドラーってマドラーっていうのか。よいしょ、混ざったかな、ね、コーヒーなんか牛乳が、ファミマルの牛乳がね 20% オフのがあって、カフェどこかのカフェオーレも紙パックのやつですよ、 20% で。そう、迷ったんですよ、買おうかなって、でもね、そのカフェオーレはね、昔好きだったんですけど、外国のお砂糖って書いてあって、外国の砂糖が外国製造、なぜなんだろう、ね、あり余ってるぐらい砂糖あるはずだと思うんですけど、白砂糖はもう体に良くないって言いますね。まあ砂糖全般の話なんでしょうね。でも私みたいにコーヒーに糖分を入れないと飲めないっていう人は、困っちゃしょうがない。これはだから黒糖にしてます。ちゃんとね、沖縄の黒糖なんだよ、沖縄で作ってる。あれ、マドラーを入れてた紙袋ありました。結構蓋するときとかね、なんか物音すごい入っちゃうからね。とりあえずね、塩もちゃんと持ってきたの入れました。ちょっとうるさくなっちゃう、ごめんね、音がねうるさいんだよね、ごめんね。ちょっと我慢してね、ちょっと痛いですよ、ちょっと我慢してね。はい、大丈夫ちょっと痛いね。麻酔も打たずに歩いたわけですよ。ねえ、そうね、大事な話せいやって感じですよね。その前にちょっとやっぱりタバコね、起きてから結構ね立ってるんですよ。4時前くらいに起きて、そう、サムネをね、本当はカフェラテにしたいし、したい、買ったりもするんですね。こうやって朝っていうかね、この時間だけど、ファミマでね、夜中何時頃、ちょっと見ないと分かんない、写真撮ったんですけど、カップラーメン食べようと思ってつくね突っ込んで博多のファミマルの、だけどね、またつくね売ってなかったわけなぜかつくね売ってないんですよね。今もなんか中華まんとかなんとかまんとか、何タミチキは置いてあるんだけど、つくねがまだ置かれている。でもね、もうそれ食べるときはね、そう、
病院でね、ちょっと書類書いてるときは、お父さんのあれでね、すっごいお腹空いたんですよ。腹減ったなって思いながら書いてて、書かなきゃいけないやつ書いてて、待合室っていうかあれで、部屋でね、去年もやったんですけど、それはね、書いてた時はすっごいお腹空いたんですよ、ね、どっかからどっかにカメラついててレンガ見てるとかっていうことはないかなって思いながら書類書いてました。またね、見てたらいいなとかってキョロキョロしながら書いて失礼しますね。で、その時お腹空いてたんだけど、あの帰りね、お父さんがまた置いてた車をね取ってこないといけないってわけで、あのそれは行く時にあの指導さんに頼みました、他に運転できる人いないんですよ。私からしたらあの、ね、あの昔は生産とかにそういうこと頼んだりすることありましたけどね、シェイさんと比べたら指導君の方がね全然害がないです。そういうなんていうんですかね、女性として見るとか可愛いなって思う相手がね、私のことそういうことが指導君の前にないので、お互いにないので、どっちの方がいいですね。友達って難しいんですよね。私がなんか例えば男友達いてね、昔もそういう男友達いたんですけどね、あの向こうがどっちかが好意を持っちゃうと友達として成立できなくなっちゃうわけです、ね、失礼します。本当に今度こそ失礼します。でも私は本当に物心ついた頃からお兄ちゃんの友達とかね、まあ、近所の女の子とかもそうですけど、お兄ちゃんの友達はやっぱり男の子でしょ。だから男の子にまみれて遊ぶことが多かったのでね、廃車のなんか空き地のうちのそばに、なんかね空き地にね、今はもう家とか建ってるんですけど、昔はあの空き地に廃車置き場があって、そこでなんかね遊ぶとかね、なんかもう本当に男の子みたいな遊びして育ったんですよ。結構かくれんぼとかは定番ですけどね。だからそういうのもあってやっぱり右側開きますね。雨の音すっごい入るですよね。そういうのもあってあるし、結構なんか その私ってあのすっごい美人とかすっごい可愛いわけではないんですけど、それなりにモテたと、この話自体それなりにモテた。でもなんか好きになられる子って結構自分が好きになれないタイプの子だが多かったですね、ちっちゃい時とかは。結構本当におとなしそうな子とかね、こうみんなに嫌われてるっていうか、なんか、そういう子もいましたね。ちょっとあの冷たい目で見られてる感じの子とかが、私が結構誰にでも優しくしちゃうから
優しくされると好意を持つとかね、そういう何の話ですかねこれは。いろいろなんか自分が好きになって好きになられることって、その20歳超え、18歳大人になってからはね、少女から大人に、なってからはありますけど、自分が好きになった人が好きになってくれるとか、そのね、20歳前後は、1回ぐらいしかないんじゃないかなっていうぐらい、自分の好きになった人と両思いになるってことはなかったんですよね。いつもなんか私が好きになれない人が私のこと好きになるみたいな感じ。だからでも10代の頃ってそれでもいいのかなって思ったりしますね。まあ、両思いで付き合ってる人とかね、中学生でいましたけど。でも私多分恋愛しちゃうとなんかそっちに走っちゃう、高校生の時とかそうだったんで、まあテニス部とか入っていればね、そんなのって言ったらいいんですけど、そういうことはなかった気もするんですけど、テニスに打ち込んでね、だけどやっぱ彼氏ができたことでね、そういう風になって、のめり込むって言ったら変ですけどね。まあ、部活もなんかしてなかったんでね、その頃はもう。だからね、高校生の時より中学生の時の方が楽しかったんですよ、部活。テニスが本当に。恋もしてましたけどね。甘い恋っていうかなっていうかね。まだよく人間とは何たるものかっていうものを知らない時 で、何の話でしょう。そう、お父さんの話しなきゃいけないね。そう、あの最後の動画、マリコさんとマックスの歌を歌った。動画上げた後に、すき家買いに行きましてね、カズくんのご飯とお兄ちゃんのご飯。お母さんはね、牛肉ってか肉全般が結構苦手で、なんでハンバーグは好きなんですけど、お肉がね苦手なんでね、すき家ってなると食べない、買わないんですね。自分でうどん茹でて、きゅうりと、きゅうりのスライスと、なんか茹でたもやしとかかまぼことかをね乗せて食べるんです。ごまドレッシングかけて。それも体にどうなのかな、ドレッシングがねって思うんですけど、ね、だって植物ドレッシングもね困りましてね、大体植物油使ってるじゃないですか。あれが良くないんですよね。サラダ油とかね。あ、言っちゃいけない。米油使ってましたから、うちは。ね、本当はね、オメガナンツリーとかなんとかって、アマニア油とかがいいとかって、勉強したんですけどね。船瀬塾の動画で。うつみんとかも出ますね。なんかいろいろそういう健康の話ね、何が良くて何がダメだよみたいな。そのね、今すぐっていうね、直ちに影響はありませんけども、やっぱ蓄積することによってね、いつか爆発しちゃう、それが良くないということで、人工甘味料とかね、気をつけてほしいなーって思います。なんかアドバイスとかねもらった時に嬉しいんですよ、すごい。こうしたらね
鼻がスッとするとか喉がスッとするとかね。私結構ガラガラしてるんで、いつもガラガラヘビじゃないんですけど、私は鳥年です。 お兄ちゃんはヘビね、指導もヘビ なんだけど、そう、ありがたいんですね、優しい気持ち、なんですけど、私はその優しい気持ちをくれる方の体を心配しちゃう。ね。というわけで、お父さんの話ね。すき家を買ってですね、お母さんうどん食べるので、キムチチーズ鍋、キムチすき焼き鍋っていうのが今期間限定であって、なんかね、私すき焼き苦手なんですけど、カズくんすき焼き大好きで、そのすき家ので、キムチバージョン最近食べましてね、出たらね、結構毎年買ったりするんですけどね、家族の食べるんですよ。で、キムチね、知ったから、ね、キムチとチーズをトッピングして、キムチチーズはないんだね、チーズトッピングしなきゃいけないの、あれ。そうね、ちょっと行ってね、キムチチーズ鍋ないからびっくりしちゃって、すき焼き鍋、あ、えっと思って なんかタッチパネルでね、あれドライスルー注文できるようになってて、ちょっと嬉しくてね、あんまり人と喋るの苦手なんですよ、声ちっちゃいから 張り上げないと伝わらないんで、いつもね、歌う時はでかいですけど そう、だから嬉しくて、でもなんかね、コンビニの店員さんとかとね、喋る結構好きなんですけどね、喋るっていうか注文するだけなんですけど、何番のタバコくださいとか、カフェラテ1つとかね それだけなんだけど、やっぱり何て言うんですか、人間が死ぬ第1位の要因は孤独とかね、らしいので、店員さんでもいいから喋った方がいい、らしい。カフェの店員さんでもいいから、カフェに行くことはめったにないんですけど コンビニですってから、コンビニです。ね、まだ綺麗で、もう少し綺麗でいられた頃はね、自信持って喋れたんですけどね、今はもう深々とキャップをかぶり、ナンバーのタバコください、タバコ3つやってます。なぜこの話になったんだ。というわけで、そう、タッチパネルの話ね、そうだから、ドライブスルーの口頭だと結構、私声ちっちゃいからか伝わらないんですよ、1回で 結構だから張って言うんですけど、そういうことがなくなったからいいなって、自分も間違える心配ないし、相手も間違えないじゃないですか、タッチパネルだとね。いや、相手が間違えることもあるかもしれない その伝わった注文によってね、たまにあるんですね、うちの近くのすき家は、何かが入ってなかったとかね、うちから割と近いマックも結構あるね、何かが入ってなかったとか あるの。それに対してだからね、マックはもう行かないですけど、最近ずっとね行ってない。お母さん好きなんですけどね、私もちっちゃい時じゃない、まあね、少女時代っていうんですか、幼少期お母さんによく連れられてね、マック一緒に食べたりしたんで、そういう思い出はすごい好きなんですけどね。ちょっとね、体のために控えてる
だからね、うちから近いマックすごいね、なんか道路にはみ出すぐらいあのドライブスルー並んでる時がよくあって、みんな好きなんだなと思ってていいんですよ別に、はい、その時はその時で好きで、何も私を決めるあれないんで、ないんで、みんな自由です、はい、なぜマックの話になったんだ、そう、それドライブスルーからそうなったんだ、それで注文して買って帰って、でそのなんかあの電池でチンする方じゃなくてね、電子レンジもね、電磁波が危ないので、なるべく使いたくないとお母さんいつもね、めんどくさがってね、900ワットピッのやつピッと押しちゃうんだけど、500ワットでやった方がいいよっていつも教えてるのあれね、動画とか見てたら止まるぐらい電磁波が流れるんです、ね、ドイツとかだと犯罪じゃぐらい、電子レンジどっかだとね禁止ですよね、うん、日本はそういうの緩いんですよね、規定がね、何の話じゃ、うん、そんなわけでね、あの鍋タイプの電子レンジ対応じゃなくて鍋タイプの方でいつも買って2分ぐらいね、温めてね、コンロで食べるんですけど、うん、そう、お母さんがその買いに行くときにね、サチ君食べた方がいいよって言われて、うん、なんか食べなって言われたんだけど、もうそれどころじゃないってから私は大丈夫って言って、私は大体あのマグロユッケ丼ぐらいしか食べないですね、豚肉バージョンがないときは、豚肉とね、あのオクラのやつ好きなんですけど、かつぶしとあれがなんかね、牛肉しか今なくて、私牛肉苦手、和牛以外苦手なんで、ね、臭みがね、うん、ダメなんですね、アレルギーとかじゃなくて苦手なんですね、和牛は好きです。で、なんで私はいいやって言って、うん、もうなんかあれ、その前もね、病院から電話来ててね、あの予断を許せない状況、ね、早く行かなきゃいけないのに、病院の方もね、気をつけていらしてくださいって言ってくれて、結構遅くなっちゃったんですけど、それなのにやっぱね、カズくん自分であんまお料理とか しないんでね、17歳ですけどね、同級生でも汁粉はするんですよ、ラーメン作ったり目玉焼き焼いてね、チャーハン作るとか、カズくんはしない。でもね、人によるんでね、やっぱりそういうのお料理しない人もね、外で買ったり外で食べたりする人も全然いているのでね、これは仕方ないっていうか、指導くんもなんかそういうタイプで育ったわけです、あのお母さんがちゃんとご飯作ってくれる人で、そうだから作れない私が許せなかったんでしょうけどね、うん、3食きっちり食べるってこの間も言ってましたね、食べてたって。でそういう子がね、18で北海道からこっちに千葉に出てきたわけ、うん、お姉ちゃんが心配で、お姉ちゃん船橋の方にいるんですけどね、船橋といえば舞ちゃん、舞ちゃんですね、大好きです、舞ちゃん優しくてね、舞ちゃんもなんかね、なんて言うんですか、お茶目なところ
ありますね。堂々とお茶目なところがありますね、まいちゃん。面白いなって、優しいなって思いながらね。ワンちゃん飼ってるの、まいちゃんはね、うん、私は自分のこと猫だと思ってる、汚い猫だと思ってるんで、猫のニコニコマークとか置いちゃうんですけど、ついつい。まいちゃんはワンちゃんか。でもね、ワンちゃんの可愛い絵文字がないんですよね。可愛いワンちゃんの絵文字欲しいです。うん。なんかね、ないやつとかあるやつとかあって、人がなんか乗せてるやつ、たまに黒いカラスみたいな鳥とか、羽のマークとかね、クラゲのマークとかに人が載せてるのたまにコピペして保存しておきますねいつか使う時のためにって。黒猫はねあるの、でも白猫がなくて、白猫を載せてる人がこの間いて、うん、それコピペしときましたっていう、なんか絵文字の話。私絵文字苦手でね、いつもなんか見上げてぼーっとしてるような顔が好きで、それもね、あのすぐ出せないんで、コピペしてあの検索して、わざわざ自分のつぶやいたやつ、それコピペして置いてるんです。何の話じゃん。そう、それでね、まあね、カズくんのはお兄ちゃんは後でいいって言ったから、あのカズくんのだけ2分ぐらいコンロで温めながら動画を上げて、ララ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 ラ、すいません、ちょっと空気が溜まる、上げていきました。着いた時ね、病院にね、多分ね、バンちゃんの歌聴きたくなったんですよ、うん、やっぱりなんか感じるとね、そばにいてほしいなって思うバンド声で、あの歌を聴きたかったんですけど、まずは青の作術を聞きましたね。そしたらちょうどいい歌詞あるんですね。街がいいかどうかなんてことよりも、あなたのいる世界が続いてほしいならば、私は戦え、たとえその時そばにないとしても、てん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 、続いてほしいなっていう思い、まあ、あんなお父さんですけど、いいところもあるので、うん、で、木漏れ日と一緒にが聞きたかったんですよね。すごい爽やかなんだけど切ない感じすごく好きでね。懐かしい歌みたいだった、もう少し頑張れるだろうか、あそこがすごい好きでね。なんかそれを、うん、またお父さんに当てはめて聞いてました、行く前、病院に着いてから。歌詞の中にね、最初の、結構最初の方に、まあ、バスには乗られているんですけども、私は車なんですけど、左折するって書いてあって、大きく緩やかに大きくカーブを描いて左折するって書いてあって、その病院左折するんですよ去年も左折してたんですけど、去年はね、なんかひかるちゃんの歌聞いたりしてましたね、うん、
そう、それで聞いてたんですね。ちょっと落ち着けてから自分を行こうと思って、木漏れ日と一緒に聞いてました。それでちょうど電話来たんで、ね、また病院から「もうそろそろ来ないとあなた」って感じなんじゃないかなって思ったんです。思いながら出て、今着いたんで今から病院入ね、入るところですって言って、そしたら向こうも「あ、そうですか」って言って「待ってます」みたいな感じで、って言って、ICU ですか？ ICU、 いましたね。もうね、いっぱいなんかつながれて、鼻にも口もなんか人工呼吸器、喉もなんかと管通して、去年はねそれ見た時もびっくりして、もう痛々しくてね、もう泣きそうになっちゃったんですけど、今回はね、去年見たからか慣れましたね。 いつも普通に喋ってる声が怒鳴ってるから、なんかもうね、口から出るぐらいして、その時「ねえ、ざまあみろ」って いつもね、言葉の圧力受けてるんでね、同調圧力じゃないですよ、暴力の本人は大したことない感じでいつも通り言ってるんですけど、もうこっちはバンバン殴られてる感じ、痛いんですよ。それがね、去年も退院した時そうだったんですけど、少し小さい声になったんで やっと喋ってるみたいな声、元気は元気なんですけど、声がね、声の威力がちょっと落ちまして 退院した時 お、いいじゃんこのぐらいがって思ってたんですけど、みるみる治っちゃって元通りに だからね、ちょっと元気なくなるぐらいがいいんだけど、本当になんか、その去年より危ない状態、酸素が取り込めない、普段の人の比べたら全然ね。だからやっと人工呼吸器とかいろんな、なんかでなんか指サックしてあれするやつとかで、酸素っていうか送り込んでる状態でやっと息できるみたいな、呼吸がねできる。なんか雀荘行ってもそろそろ帰るかっていう時に苦しくなったみたいで、急にね。あと車取りに行かなきゃいけないんですけど、お兄ちゃん送んないといけないから、雨だしね、ちょっと朝はバタバタするし、押していくのもね大変。お兄ちゃんなんか押しても自分でこうやって車輪回そうとするから、いいよって言って、昨日も、でもね、私の方がついていけなくて昨日 そう、車輪がね、やっぱ坂、ちょっとした坂とかで早く進んだりね、進まなかったりするんですよ。その早く進んだ時に、私の方がちょっと足がついていけなくてね、これやっぱテニスして体力つけないとなと思って、本当にね、息上がっちゃいましたね。苦しくなっちゃうぐらい、押すの大変ですね。デパートとかね、スーパーの中は割とゆっくりめだから、お母さんいつも出かけた時ついてると思うんだけど、まだあれですけど、ああいう車道でね、びっくりしましたね。あんまりほとんど車なんでね、その私の車も車椅子対応してるんですけど、お父さんの青い方はね、お兄ちゃんのなんですけど、
丸ごと車椅子後ろ乗せられるのでね、ガガガって。私はちょっと左にちょっと乗れるぐらいなんで、いろんな器具がね必要なんですよね。歩行器がね必要なので、乗せる時も結構ちょっと時間かかるんです。だけどお父さん青い方はそのままガガガって後ろに乗せられるし、電動でね、押さなくても紐引っ掛けて電動で乗せれるっていうのがあって、だから車の方がいいんですね。お兄ちゃんが乗り降りするのはね。じゃあ取り行くんですけど、その前に喋ってます。まあでも、まあとにかく余談を去年も言われたんですよ、そういうちょっと危ない、大変危険みたいな。まあ、それよりも危険ということらしいんですけども、だからね、どのくらい、まあね、できる限り尽くすわけですけれども、どのくらいね、これからそういう持つかどうかとか、持たせるかどうかとか、いろいろ本当つないでつないでいろいろしてまで、まあ延命みたいな感じですか。そういう風になったらどうなるんだろうっていう思いましたね、自分は。まあね、倒れた時だけなんですよ、元気ないの。普段は元気なん、本当に元気で、減らず口で自由な人なんですけど、自分がしたい時に食べたい時に何でもする、食べるそういう感じ。ガタガタコトコト言わせながら風呂入ったりね、もうすごいガサツなんです。 B 型だからとかないと思うんですけど、ガサツなんですね。わしは大型だから輸血できません。失礼します。そうなんですよね、カズくんも大型だから、まあ、させませんけどもね。私も B 型だったんですけどね、言われていたことによると、なぜ変わってしまったんでしょうか。ほんと家族みんな、お兄ちゃんもお母さんもお父さんも、多分おじいちゃんとかおばあちゃんとかおじさんとかみんな B 型なんですよ。で、私だけ急に O になっちゃった。なんで、カズくんがお腹に来て検査した時に O 型ですよって言われてびっくりしたんです。26歳の時、25歳かな、26歳で産んだんでね。びっくりしてましたね。それまで24年間、25年 B 型として生きてきたわけですだから O 型何歳、9歳ぐらいですか今何歳、9歳ぐらいでね、43だから今。いつもカズくんがね、赤ちゃんベイビーって何歳なのって聞かれるから聞いてくるんですよね。その可愛さで世界征服するんでしょって言ってくるわけね。こんなおばさんにありがたいね。そうだから、何歳なのって聞かれたら43歳っていう、普通に冷めた声で言いますババアだよって、おばさんだよって、そんなかわいいかわいい言ってられてもね、おばさんですって言い張ってますね。ね、ありがたいこの存在を、愛でてくれるこのババアをね愛でてくれる、ありがたいですね本当にね。カズくんもかわいかったんですけどね、本当に
ちっちゃい時とかね。ママうち。ママが大好きで、まあ、パパも大好きだったんでしょうけども。出ていけっていうぐらいになっちゃった。笑えないですね、指導君からしたら。つらかったでしょうね。でも大きくなってもね、指導君も178、まあ、テンパ入れたら180ぐらい。テンパ入れて178なのかな？わかんないけど。まあ、背高いんですね。お父さんとお母さんが背高いんで、お姉ちゃんも高い。バレエやってたからかな。やってるしね。指導君はバスケやってたんですね。なんで、私は156.5とか、そんぐらい。157あるかないかだから、ね、指導くんのおかげです。背が高いの。すごい、もう同じぐらいか越したんじゃないかなっていうぐらい背高いんですよ。178はあると思う。高2ですよ、高2。でもね、レンとかも高いんで、もう、高校生ぐらいにはそのぐらい身長あったんでしょうかね。ね、聖さんと一緒に。高い、背が高いですね。お母さんとかお父さん、背高いのかな。なんかあんまりそういうご家族のね、話聞いたことないから。トマトはお父さんが作ってくれた、チュロスがね、好きや、忘れられないって言ってますね。で、何の話してた？なんか、カズ君すっごい背高いです。クマパワーいかがでしょうか？ 背高い人は好きですか？ 種類もね、高いもんね。それで、なんですかね。まあね。まあ、揺らさないけれど、まあ、流れに任せて見守っていきたいと思います。明日もね、入院してから、多分、荷物をね、持っていかなきゃいけないですね。着替えっていうか、まあ、いろいろ、ね。だからこういう時になってみてね、やっぱり死んでから分かるじゃないけど、自分がしっかりしなきゃなって。だから聞いた時もまあ心配するけど、動揺はしないですね、あんまり。慣れてますしね、2回目で。でも本当に元気だったから、急にね、そうなるっていうことがあるっていうこと、びっくりですね。明日はいつ死ぬか分からないっていう、明日生きてるか分からないっていつも思ってるんですけど、のんびりしてるやつみたいな。もっと焦れよってね。でも焦るときは本当に頭おかしくなるぐらいね、焦っちゃうんだよ。ゆっくりでいいから、君が本当に笑って泣けるような地図にもない場所へ、本当に私のお守りでした。最近あまり聞いてないですけど、最近ね、バンちゃん曲聴いてないです。久しぶりに聴きましたね。昨日ぐらいからかな。アプリ。外いるとね、くるくるしちゃうんですよ。だから途切れ途切れなんですけど、聴いてましたね。ファイターまずかかってて。
その後何だったかな。ゼロとかね、銀河鉄道とかかかってましたね。雨が強くなってきたね。でもそんな、雨の音は入ってますけど、すごいテンションで笑いながらって聞きづらい。落ち着かないじゃないですか。だからこういうテンションの喋ってる動画とかね、落ち着いてもらえたらいいなって思ったりしますね。30分ちょっとの動画がちょっとね、50回ぐらい行きそうで、再生回数が。なんか落ち着きたい時とか、好きな内容があって聞いてくれてる人がいるのかなって思ったりしています。まあお父さんのことはそんな感じでですね。なんていうんですか、この私が一番こういうね、自分のこともそうだけど、家族のこととか大事なこととか伝えたい人って いつもね、画面の向こう側にしかいないので、窓の向こう、空の下でつながっている窓の向こう。だからこうやって、で、わざわざ伝えています。もう喋れたかな、言いたいこと。大してなかったんですけどね。でね、最近そう、動画にね、コメントする、動画ください、届くものにね、返事がなかなかできてなかったりするんですね。ジュピターさんのね、お誕生日もね、おめでとうって言ってあげれなくて、ああ、ごめんねって、ごめんなさいって思っちゃった。その当日に言ってあげたかったね。でも自分で多分誕生日、今日誕生日とかって言ってないんですよ。言わないタイプ。ね。昨日は、もみ兄さん。M 兄さんって読む、よく書くときは呼ぶんですけど、もみまでつけてバレちゃうから。ね、お誕生日で。別名アイマスクマンにしましたけど お誕生日はね、40歳になられておめでとうございます。ジュピターさんもおめでとうございますね。12日忘れ、ね、13日になってね、今日誕生日なんですよとか言って いや、1日過ぎてるからって自分で突っ込みたくなりましたね。本当伝えたかったな。なんかクロスロードのミスチルもお好きでね、みたいな。クロスロードと何かの、チモローネバーノーズがすごい好きみたいで、動画を上げてましたね。私もミスチル大好きで、そのアルバムは、シンディ・ローパーの12デッドリーなんとかが、シーンズ、12デッドリーシーンズを、買ったんです。生まれて初めて買ったアルバムがそれなんだけど、赤いハットの赤に黄色みたいな金髪の、おかっぱのシンディのジャケットで、それが生まれて買った、初めて買ったアルバムなんだけど、その8センチ CD っていうんですか、よくシングル、ちっちゃいシングル
初めて買ったのは細いやつね。クロスロードなんですよね。ミスチルのね。どっから Looking for love, 今たちは多分歌詞違ってると思います。ダララララ暮らす毎日真冬のひまわりのように鮮やかに揺れてる過ぎ去った季節に置き忘れた時をもう一度捕まえたい。誰もが胸の奥に秘めた迷いの中で手にしたぬくもりを束の間抱きしめて新たなる道を行く。 Oh yes, oh yes, ooh. 抱き合うたびにいつも二人歩んで日々の答えを探してきたけど崩れてく音も立てずに果たせぬままの Dream。 あそこが好きなんですよね。まあ、曲全曲一曲好きですけど、あれなんだっけ、なんか傷つかけずには愛せないっていうやつね。傷つけずには愛せなかったりすることありますよね。ミスチルね、手のひらとかがほんと大好きで、手のひらとかヒーローとかもういろいろ好きですね。アライブがすごい好きで、アライブがとにかくアライブ好きですね。17、16歳ぐらいの時聞いて好きになりましたね。その時ね、その別の高校のに彼氏がいまして、その友達がね、最初友達になった子が、その男友達、教えてくれて、ミスチル好きで、でもなんかその子も私のこと好きになっちゃう、ちょっと襲いかかってくるぐらいで、私は蹴っ飛ばして ふざけんなよって言って、なんかそういう、なんかそれもなんかその彼氏の友達ばっかりと一緒にいたんで、学校終わった後ね、なんか知らないけどみんな私のこと好きになっちゃう。こんなこと言ったら変です。なぜか、なんかおっとりして見えるし優しそうに見えるからだと思うんですけど、そんなすっげえ美人とかじゃないから、そういう結構ね、女子ってサバサバした人も多いから、優しい人にとかね、お姉さんみたいな感じに憧れるんですからね、高校生の頃ってね、わかんないけど、だけどね、その中のなんか彼氏より好きになっちゃった人いて、私バイク乗ってて、バンディットってバイク乗ってた人、赤か、ワインレッドっぽいバンジって原くんっていう人だったんですけどね、なんかその子が最初ゲンチャリ乗ってて、お兄ちゃんがいるのかなんかバイクになんか早いうちから乗ってて、単車とかね、だからそれでみんなバイクゲンチャリの免許取りに行ってバイク乗るようになりましたね。もうこういう話するといろいろ思い出しちゃうんだけど、私もだから16歳ぐらいでね、一夜漬けでね、ちょっとなんかあれ言いましたけど、いろいろ一回落ちたのかな
試験バカだから、うん、免許を取りましたね。取ってね、乗り回してましたね。ローン組んでもらって、親にバイク買って、新車でジョグゼットあるシルバーの、本当に黒とかが良かったよね。ディオ乗ってる子が多かったですね。ホンダ乗ってる子が多かった。私はあのジョグジット R すごい気に入ってましたね。なんかいろんなところにぶつかったりこけたりしてね、ボロボロになってくるの。なんかプーリーとかなんとかいろいろ調べてね、あの友達っていうか、まあまた別の彼氏ね、彼氏のお兄ちゃんがバイクに詳しくて、なんかね、私もバイク好きで、あのよくねヤンキーみたいな雑誌買ってね、バイク雑誌買って、あのいろいろマフラーとか、マフラーは買えなかったですけどね、リミッターカットしたりいろいろね、本当はなんかねロケットカウルとか つけるような属車に乗りたいとか思ったりした時期もあった。ひたすら現車に乗ってましたけど、まあ、そんなことはどうでもよくて、その時の男の友達がね教えてくれたミスチルを、17歳ぐらいでバイクの事故で死んじゃって、単車の後ろね乗っててね、友達とメットヘルメットしてなかったから、電柱になんか多分すごい勢いでぶつかった時に、結構ぶっ飛んだと思うんですよね。その時は打ちどころが悪かったのかな。前の子はね、運転した子はメットを多分してる、してないかしてるかは分かんないけど、なんとか一命を取り留めたみたいですけどね。後ろの手は、友達は死んじゃったんですね、17歳で。弟なんかお父さんいなくて先立たれたのか、仏壇がありましたから、お母さんと二人で暮らしてたんです、ご縁に。お母さんハミギルっていう洋風の中のレストランで働いてる方で、ご縁のね、私は姉先のハミギルで働いてました。お母さんとよく行ったハミギルでバイトしてました。お料理運んでね、あの中華丼のおにぎりとかね、帰り持って帰ったりして、めっちゃでっかいの。しかもみんな仲いいね。なんか店長もやんちゃな人で、仲いいところだったんですけどね。そこに、まあそこで彼氏がバイトしてたんで、また別の違う彼氏なんですけど、その話とはね。一番最初に付き合った彼氏ですね、それは。お、また車来たな、どうしよう。あ、いっか。それで、働いてたから私も入ったんです、そこに。でもなんか、いつからかその彼氏は、ね、バイト来なくなっちゃってね。私とも会わなくなっちゃってね。2年ぐらいなんかそういうのズルズルしてましたね。なんか全然タイプの子じゃなかったんだけど、向こうがなんか好きになっ、変わった時に、みんなで遊んだ時に好きになったって言われて、でね、まあ付き合うことに したんです。友達に随分プッシュされて、友達っていうか向こうの友達ですかとかね、すごいおとなしい子でね、手をつなぐのも恥ずかしいっていう、手をつなぐのがやっとみたいな感じで、キスとか全然しなかったと思うんですけどね。すごいシャイな子でしたね。でもだからか、なんか私の方が逆に好きになっちゃって、そのうちに って思ってたんだけどね、1年2年ぐらい、もうね無理だなってなって、別れようってなって話をしたんですけど、それからまた連絡取れなくて、
で、私はもう別の子と付き合ってたんですけどね。それは。隣の高校の、隣じゃない。別の高校の子。その時なんか、道端で一緒にいた時に、その彼氏と、ばったり会って、その子に。びっくりしました。逃げちゃった。でもその子はそれ見て、大人になってからもなんかばったり会ったことがあって、その時なんかまたどうしても忘れられないからまた付き合ってほしいって言われたんだけど、ごめんなさいって言って、ちょうど私失恋したばっかりだったんでね、どこに住んでるの、さぬきとか本当に遠いシャーズぐらいの子の、りょうくんっていう子がね、好きでね、テニスのつながりで、付き合ってるのかどうなのかわからないぐらいの感じになって、でもなんか振られちゃったんですね、私。すっごいかっこいい子で。インターハイとか出るような、東洋大学とか行ってたのかな。すっごい上手い前衛の子だったんですね。その大会とかで会うんだけど、私はなんかシニアのクラブに入ってて、テニスクラブに。その子もその子でなんか入ってて、すっごいかっこよくてね、キャーキャー言ってます。なんでこの話になったんだろう。そういうになっちゃうと、今度はテニスに力が入らなくなっちゃって、結局私テニスクラブ行かなくなってね、やめちゃったんですけどね。でもそれもなんかその、そうね、その高校時代の彼氏、ね、好きな人に振られたばかりだから付き合いませんって言って断ったんだけど、そのすぐ後に獅童君と付き合ったんですよね。もう出会ってて、で、カラオケでまたばったり会って、付き合えないって断られたのになんで彼氏って男といるのみたいな。単純になんか、まだ私は付き合えないって思ってたんですよ、でも誰とも。だけど、獅童君とかね、仕事してるガソリンスタンドにね、なんていうんですか、私は昔、高校生の時、コスモでスタンドでバイトしてたんですけど、その時一緒に働いてたお姉さんがいて、何個ぐらいはいいでしょうね。しおくんと同じぐらいだから、2、3個上なんですけど、ユミコさんっていうかっこいいセドリック乗り回して、タバコをふかすような、でもブーツは安室ちゃんみたいな。安 室ちゃん大好きな、ヤンキーチックなね、お姉さんがいてね。その人が獅童君と同じエネオスで働いてて、そのお姉さんに会いに通ってたんですけど、獅童君は見てね、それで失恋したばっかりだからっていうお姉さんに、言ったんだけど、お姉さんなんかもう忘れるために付き合ったり見るのもいいんじゃないって言われて、そうですねってなって、なんかね、ご飯行くことになって、カズサヤでいいって言ったんだけど、サイゼリヤ行ったっていう、それからなんか付き合いが始まったわけですね。かれこれ何年になるでしょうか。私は22とか23の時なんだよね。これをこの話するともうね、スノースマイル思い出しちゃう。獅童君と住み出した時かな、その時、住み出した時、ミュージックビデオの、なんかね、鍵を握ってる雪の中、紅葉の中ですか。それすごいね、はあってなったんですね。という、ファンの話です、ただの。なんかね、なんかそれがね、すごいね、自分の心に刺さったんですね。まさかまさかっつって ファンの妄想ですよ、これは。
そんなわけなんです。もう話がごっちゃになっちゃったから、うん、だからね、22、3の時ですね、ステオ君と付き合って、だからもう20年近くなりますね。バンちゃんの方が歴史長いですけどね、私からしたら。しのくんより。もう18歳からなんでね。大人になる前から。少女から大人になるその瞬間に灯し閉ざさぬように。出会ったのがバンちゃんでした。大事なもんいくつもないさ、後にも先にも一つだけ一つだけ、その腕でギュッと抱えて離す、世の中に一つだけかけがえない生きてる自分。本当に自分がね、知りたいとか思ったりすることが多いので、生きるっていうことにをすごく大事にしてくれるバンド、に出会えたのがすごく嬉しかったんですね。これだっていうぐらい出会えたって感じがありましたね、私の中で。そして今も好きだと、ね、すごいですね。だから誰かと付き合ったり結婚したり子供産んだりしても、それでまた離婚したりしても、それを超えてもね、一緒にいる。音楽ってすごいなって思います。音楽ってね、それを奏でる人たち、歌う人たち、すごいですね。勝手に絆を感じています。なぜこの話になったんだろう。本当にいろんな話しましたね。ね、過去からなんか聞きたくないでしょ。ね、前の彼氏の話とかね、別にこうやって話しても思い出話であってね、今好きな人とか大切に思ってる人以外は、その、懐かしんでるだけでね、まだ好きとかそういうことではないんです。はい、なんかミスチルの話からこうなっちゃったんだ。友達が死んじゃってねって。だからね、一回ね、その亡くなった時に、お線香あげに行きましたけど、それからもう全然会ってない。あの、死んだ場所を通るときはよく思い出してましたけどね、この辺かな、この電柱かなって言って、島のぐらいにあるんですね。まあ言ってもわからない人の方が大多数でしょうけど、島ね。そんなわけで私もミスチル大好きなんです。はい、あの、なんてヒーロー先輩って呼んでます。勝手にヒーローって曲があるからね、ナミもヒーローって曲がありますね。 You are my hero。 今だとちょっと声がね低くなっちゃう、ね、But you always beMy hero, heaven and your man。 そう、ヒーローって言うとこの歌も思い出しちゃう。リアーナとね、エミネム、スカイラさんの Love the way you like。 あの一節がすごい好きで、でもあなたは私のヒーロー、でもあなたはいつも私のヒーローなのよっていう、それをレンに、その節はレンに当ててますね。
そんなわけでね。そう、お誕生日おめでとうの話からね。ね、そうなったんですね。兄さんな、なんで兄さんなんだ、兄さんなんだろうね。年下なんですけど、3つぐらい。3つになりましたね。4つが3つになりましたね。だから、なんか、お父さんの誕生日がね、20日なんで、11月生まれの人ってなかなか出会えなかったんで、愛ちゃん知りましたけど、最近、2日生まれね。なんか嬉しいんですよね、11月生まれの人と、人に出会うと。ジュピターさんもね、しかも12日ということで、私12日大好きなんで、大好きって言ってもだからね、12をね、こう、12分とかに投稿したときに、沢野さんも12日なんで、沢野さんって思われたるのかなって思っちゃうんです。私は蓮くんの12日のつもりで、いつもやってます。だからなんか54とかにしちゃう時もあるんですね。そうするとでもまた54年生まれの人がいっぱい ね。ちゃちゃ姉さんもそうだし、まあそれは別にいいと思うんです。そう、この紙場にちょうどね、沢野さんのツアーの、告知というかね、チケット発売中日だ、10周年アニバーサリーするんでしょうか。でもね、ほんとね、エメちゃんの曲、エゴイストとエメちゃんとか、まあ、あとは、タイエルさんですか、チエルさん。タイエルって呼んでたの、いつも。お、英語ってそうやって覚えるんですね、私。ローマ字？タイエルさんってずっと思ってたんですけど、チエルさんってことを知りましたね、最近。ね、チエルさんもね、ミレちゃんも番長は好きみたいで、すごいなって思いますね。そういう側面もある。でも、サワナさんの曲を歌ってらっしゃる。ミレちゃんはね、青木の徹さんとかの曲でデビューしました。インサイド大好きなんです、本当に。発売日が私の誕生日の前日。私の誕生日は、フラゲ日ということで、すごいの。CD 買っちゃいました。あの曲大好きです。っていうか、ミレイちゃん大好きです。彼女の声がすごいね、最初印象的で。シアちゃん、シアさんに似ててね、最初シアかなと思ったんですよ。ぐらい、なんか彷彿とさせる声で、ハスキーでね。ハスキーなのに素敵っていう、いっぱいいますけど、アイちゃんとか。なんか、すごくね、声に惚れましたね、まずね。その歌声。で、実物見たら綺麗だなと思って、最近だ、フォローしたら X なんでね、かわいいじゃねえかって なんかね、お化粧しないとあんなに少女みたいな感じなんだなって、ボーイッシュな感じもありますけど、すごいね、びっくりしましたね。こんなかわいい子があんなすごい歌声で歌ってる、そのギャップっていうか、すごいですよね。まあ、クマパワーもそうですけどね。そうなんですよ。そう、だから告知ある。そう、沢野さんのね、楽曲すごい好きなんですよ、普通に。音楽家として尊敬しています。結構辛い時を乗り越えるためにね、リア・エムとか、スタ・チャイルドとかね、聞いてたんで、いろいろ、シャンス。だから、チエルさんの
インザスカイが一番好きですね。サンさんが作ったやつ、キャプリスト。本当に、自分を解放する歌っていうか、殻を破る歌なんですね、私にとって。カラオケで一番、解放できますね、自分を。And it's every time you pass it's every night And I'm calling, calling out your name again You're holding, holding on to feel I knew Breaking of the light Light shine through in a sense I'm the もう忘れちゃった I'm the how long その前にもう一個あるんだよね。I'm under the sacrifice. このサクリファイスっていう問いかけるとこいいよね。I wonder all the lies the same game still in your heart. I am how long you gonna survive without me on your knee.チャッ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 チャ。カナダさんの曲って最後にもう一回大サビ持ってくることがあるんですね。ちょっと感想が盛り上がる感想がだんだん入ってから、あそこの作り方がすごい好きですね。もう一回ガツンとくれる、とにかく本当にイントゥーダスカイ、イントゥーダスカイ大好きです。チエルさんの声もねすごい好きなんですよね。憧れますね。かっこいい。なんか綺麗だしかっこいいんですよね。だからあれもガンダム UC MC 忘れちゃったユニコーン、あの歌 Into the Sky じゃない。委ねるリスを捨てれば次の時間へ残ってつ、あれすごいね。セイさんのことで苦しい時にね聞いてましたね。委ねるリスを捨てれば次の時間へ残る、そう委ねるリスを捨てなきゃなってセイさんに対して、ね、すごい思ってて、それを曲を聞いて、なんか奮い立たせてましたね自分。というわけで、すごいいろんな楽曲好きです。あと秦基博さんが歌ってるやつとか、あれも覚えたいなと思う。歌詞がすごいんですよね。歌詞も書くからすごい。歌わないけど曲作るのすごいね。曲作って歌わせるっていうのは、ね、あプルーナグラフィティの方のボーカルの方が歌ってたりですね。すごい好きで、歌詞がねいいんですよ。英語とかもすごい、全曲英詞とかあるったりするんですけど、どこかでやっぱ勉強されたんでしょうかね。失礼します。まあそう、サハさんはその音楽家として尊敬しているっていう話でした。なんかね、彼もなんかお茶目な一面があるんですいたずらっ子みたいなレン君の一個下だと思うんですけど、すごいすごい音楽家さんですね。そう、55年で44歳、私の一個上ですね。ちょっと前までね、9月12日前なんで、ちょっと前までタメだった。信じられない信じられないですね。でも最近発見したのは、お兄ちゃんも55年生まれなんですよ。で44歳、10月30日が誕生日で、最近でしたね。おめでとう言えなかった。お兄ちゃんおめでとうございました。サムさんはなんか X でちょろっと言った、後日言わせていただいたので、お兄ちゃんおめでとうございます。なんかね、ちーちゃんって呼んでる方いらっしゃるんで、ファンの方で。
ちょっとそれは恐れ多いんですよね、私には。お兄ちゃんって呼んでます。うん、鬼滅の刃大好きだし、私にはあの失声症っていうところで、あの立てくわえてるピンクのね着物で、緑のまあ竹色ですね、竹をくわえてるっていう禰豆子だと自負しておりまして、顔全然似てないんですけど、なんか、ね、失声症の象徴みたいあれがね、で鬼にも変わったりできるっていう、それがその禰豆子の感じすごい好きで、見た時初めて、鬼滅の刃したの失声症になった後だったんで、すごいそれを象徴的に思ってます。あとカナオ、カナオってあのしのぶさんとね、しのぶさんのお姉ちゃんに拾われてね、もうすごくずっとお風呂入ってない汚い捨てられた猫みたいなところを拾われて、なんかお二人にお風呂入れてもらってね、二人を尊敬して育ってみたいな、妹ですよね、妹分ですよね、しのぶさんたちもね、いいなーって。そうお兄ちゃんね、私のお兄ちゃんね、私の炭治郎はですねあの鬼滅の刃大好きなんで、あの無限列車見てからもう何回も見に行ったんですよ、それ無限列車ね、煉獄さんめっちゃかっこよかったですよね。煉獄って煉がつくだけに煉ね、なんか情熱を注ぐってよく言ってるから情熱ってよく言葉をねたまに言うから、欲とかたまりとかなんだろう、だから煉獄さんも煉だと思ってましたなんかかっこいいですよね、絶対に媚びないっていうか、寝返らない、あのねくしくもカオルくんの声の方にかっこよかったです、あの姿。私も寝返らないで失声症になっちゃったんで、そうなんですよ。だから鬼滅の刃ね、あのあれそれから全然見れてないんですけどね、みえちゃんが歌った絆のソング、歌あのマンウィズミッション、ミッションちょっと名前ごめんなさい、思い出せない、あの歌も大好きでちょっと覚えたいんですけどね、東京チャラチャチャチャってね、この命誰まだダダダダダダダって、あれいい歌ですよね、あれ歌いたいですね、あの Anytime Anywhere と花束とその次にその歌を歌いたいですね、ちょっと、かっこいいよね。お兄ちゃんの話してお兄ちゃんも本当に苦しいね、獅童君と行った時から、まあ知ったのは全然獅童君と出会う前ですけどね、トリック見てたんで、まあ定番の I am God、じゃあこの腐敗した世界に落とされた、あそこからまあ知ったわけで、多分ね歌うとね、今歌うとねクマパワーちょっと入っちゃうんですね、声低めね、何ちゃうな、高いのが低いんだけど高いみたいな、ささやくよ、ね、でもめまいが本当に好きで、めまいが好きなんですよね、私好きだったんですよ、お兄ちゃんの曲で知ったばかりの頃、あなたの腕が声が背中がここにあって、私の乾いた地面の雨が打つ、逃げることなどできない、あなたはどこまでも追ってくるって泣きたいくらいに、わかるからわかるから、ちょうど雨が降ってますけどね、私の大事なところには雨は降ってくれないという、
いつでしょうか、レンさん。なんちゃって、その ね、そのためにもっていうか、そのためじゃっていうの変ですけど、自分をきれいに磨いていかないといけないな、うん、そうですね、一生そうなれないだろうけど、それを夢見て夢見て変ですけどね、本当にね、声と背中と肩があったらいいなって思います。小林製薬じゃないけどあったらいいな、よく思ってましたね。もうだから、その曲を、めまいを知った時もそれをレンさんに当てていて、私は知ったばかりの頃ですよ。で、今また帰ってきて、回り回って帰ってきてるわけですけど、本当なんか私が死にたいっていう時にどこまでも追ってくる、ちょっと追ってきて止める人、ラーメン屋の中ですごいかかって、この間も志藤君と喋ってます、本当にずっとかかってたっていう話、あの辰巳じゃない、国分寺のつけ麺ラーメン屋さんでね、私がちょっとあのなんかもう放心状態のサラサちゃんみたいな、あの6巻ぐらいの表紙になってる時にずっとかかっ、私はそのお店の中行かなかったんです、ずっとかかってたらしいんですね、レン君たちの曲が、うん、それこの間もねかかってたし、あの最近はなんかひかるちゃんのベストフィクションのお知らせのでファミマでちょっと曲流れますね。そんな感じだからね、ひかるちゃんのあの誰のものにもならないやつ、ステイゴールド、ステイゴールド、じゃあゴールドですかね、ゴールド、また会う日まで、あれがすごくね、私の自殺を止める曲でして、うん、止めてくれる曲ね、そうね、ちょっと歌詞忘れちゃいましたけどね、いつ来るかわからない悲劇に、あの一昨日来やがれって言ってくれるやつ、おっとっと行きやがれ、もう忘れちゃった、それがね、そこがすっごい大好きでね、あなたの隣にいた輝きはなくならないっていうところも大好きでね、ちょっといろんな相手にならないっていうところはちょっとね、強いなって強いなって思う、おちゃめだなって思う、でも私はレン君が好きです、てなわけで、なんでこんな話になったんだろう、本当に2時間くらい喋っちゃうんじゃないかな、やばいな、お兄ちゃん迎えに行かなきゃいけない、車を取ってきた、そろそろ切りますかね、失礼、これ水曜あるから切ろうか、じゃあ、友達がいつか訪れる悲劇に、なんとか悲劇に、おととぎやがれですね、あれは好きなの、あなたはどこから来た、何製の
どこの？銀河系の人ですか？っていう。あの腰も可愛いですよね。どこ出身の銀河ですか？って。本当はね、ひかりちゃんの歌もね、いっぱい歌いたいんですよ。私、大好きだから、声と曲。だけどなんか、ね、その前にやることあるだろうっていう思いがあって、自分に対してね、歌っちゃいけないかなってね、思っちゃうんですよね。本当は歌いたいの。あなたのいない世界じゃ、どんな願いも叶わないから、燃え盛る丘の谷間が待てようと。すみません、うまく歌えない。守りたいのはあなたと、あと何ですか？終わりのない苦しみを感受したい。喉が腫れてる。旅を続けよう。あなた以外帰る場所は天上天下、どこにもない。どこにもないっていうところでね、白黒のスズメちゃんが現れました。ボーダー柄じゃないか。白黒のスズメちゃん初めて見た。かわいい。あなた以外帰る場所は天上天下、どこにもない、どこにもない、どこにもない。どこにもない。